私はクロスというアメリカの会社のボールペンが好きです。20年前くらいに購入した、このクロスのボールペンのコニカルトップという頂点部分の部品が外れてしまいました。コニカルトップの刺さっている筒側を見てみたら、樹脂製部品が入っていて、経年劣化で崩れていました。この樹脂部品だけ入手できるか少し調べてみましたがなさそうでしたので、エポキシ樹脂で修理することにしました。 爪楊枝で内藤側とコニカルトップにたっぷりエポキシ樹脂を塗り、組み付けました。内藤側の上端はコニカルトップの形状にぴったりになるように成形されているため、センターがずれる心配はありません。根元までコニカルトップを挿入すればセンターは出ます。 コニカルトップの内藤側下側は隙間があるのでそこにエポキシ樹脂が充填するように逆さまにして硬化を待ちました。はみ出したエポキシ樹脂は完全に硬化する前にアルコールで拭けば綺麗に拭き取れます。しっかりコニカルトップは本体側に接着して外れなくなりました。